はい、ピースケです、パワープロアプリやっていきたいと思います。というわけでやってきましたね、大祝賀会北斗の拳コラボ記念ガチャ、こちらいきたいと思います。で、まあタンガチャも来ていて、こちらと、まあ、先にこれから行こうかな。このチケット関連を、まあ、ちょっとしかないけどチケット回しての続き行ってのっていう感じで行きたいと思います。というわけで、まあここでいきなり出るのかっていう感じですね。その前に見た方がいいか。はい、でもケンシロウとシンが新たに新登場でございます。でケンシロウがミート上限アップで、シンは何もなしって感じですね。で PR バナー内確定、 SR 確定、バナーキャラから1枚確定、バナー内のみ出現、ここで SR 出ると熱い。で SR バナー内1枚確定のどっちか PSR ってことで、まあ、しっかり2人確保したいですねっていう感じですね。こっちは PR 以上確定っていう感じです。で、パワープロ TV でもありました、ケンシロウ、ケンシロウって名前なんだ、まあそうかヤシなら大打撃だ、だ言えない、大打撃の変幻自在ですね、投手だと。まあ筋力打撃なので、まあ、投手で使うことはなかなかないのかなって感じですね。外野手まさかので、ミート上限アップですね。筋力打撃ってめっちゃ強いんじゃない、わかんないけど、でなんかバウンサーっていう噂なので、マイベの、カンパチとかその辺の、先駆けくんとかを超える逸材であればこっちにも変わるんじゃない、もうこっち入れてやっていきたいなと思っております。はい、でシーンで、こっちはまさかの急速変化、あれですね、逆バージョンか、虹谷は変化急速、こっちは急速変化ってことなので、どういうテーブルなんだろうね、テーブル次第ではかなりやばいのかな。で折り変と変化球プライド、野手ならハゲタカですねっていう感じです。なので2人確保したいところで、まずはチケットからいきたいと思います。 10% から、これあれですね、盗塁でもらったやつですね。でも盗塁はね、後半一気に、最初の方はねまあまあ良かったんですけど、後半ね死にました。ヒット全然打てないってなって、もうそっからはもう地獄の迷宮ですね。7位とか、まあ、SR 券もらいたかった、残念残念。まあでもここでしっかりね、ケンシロウと進化、おにじってるよ、 SR は確定、安定してくれ、出るか、出ない、伊能くんは何も意味ないな。はい、で1枚ずついこう、ここで出るといいな。最近ね石めっちゃくれたりとか、こうやってチケットもねいっぱいくれるし、すごいありがたい。なんか北斗の拳っぽいビジュアルではあったな、すごいありがたいですね。出ない、なんかあっちでもこっちでも出るな。というわけでどうしよっかな、こっちから行こう、あどっちから行こう、まあ、最後に取っておきましょうか、その PSR 確定は。なのでこの PR で引いていくスタイル、はい、もういらないな、あの子は。ちょっと開放用にいろいろ引いておきたい気がするんで、 PR のケンシロウ欲しいですね。守る、こっち出んのかな、どんぐらい出現率がアップしてんのか、 PR 自体は確定なので、はい、小平君全然出ないっすね。さあ安定、全然出ない、1枚も出ない。あで今の子はなんかコントロール上限らしいですね、覚醒して。だから彼女キャラのコントロール上限めっちゃ増える、
で今回の報酬のレイもなんか基本上限持ちって書いてあったんで、まあ多分おそらくスタミナはないと思うんで、コントロールキャラでコントロール上限っていう、またね彼女枠とかの幅が広がるようなキャラになってるのかなっていう感じでございます。はい、あと4回だいぶ前置きが前座が長いですけど、まあ気長に見ていただけると嬉しいです。スバル、スバルは全然意味ないな。エミルのキャラか、まあケンシロウとか出てほしいよね。全然出なくない？ケンシロウと2人出現率アップなのに。はい、全然出ない。あと2回で、全然出ない、全然出ないじゃん。こっちはやめた方がいいか、もしかして。まあでもその辺は運なのでね、なんとも言えないですよね。引ける人は引いちゃう気がするし。はい、出なかったね。はい、というわけで本ちゃんいきたいと思います。こっちはバナーない、まずは PR1 枚確定なので、しっかり引きたいですね。おナイスナイス。しかも PSR があるような演出。お、先頭だから確定。よっしゃ、ウェイ、先頭ありがとうございます。これ何テーブル？やる気だね。やる気の技術の得意練習、まあ、最近技術ボーナー少ないの でスペシャルタック70、その前は50が70なのか。じゃあ結構解放が必要なキャラですね。あ、伸びだけ、伸びだけ、なるほど。伸びをし、まあ、ちょっと虹谷の逆的な感じか。綺麗奪三振ですもんね。なるほどなるほど。おお、こちら芯、芯は解放しづらそうだな。こういう時ハゲ欲しいよね。次は SR が、イエネ SR が1枚確定でございます。よし、複数出ると嬉しい。出ない、安定しない。まあケンシロウ確保したいな。絶対強いからなこいつ。大打撃、お、 R めっちゃ出る。大打撃自体はなんか重いみたいな噂がありますが、強いんだろうな。あざっす。さあ安定してくれ。おお、なるほど。怖い。次 SR 引きたいな。なるほど。で、シーンはね、PR 出てない気がする。はい、次、バナーないのみですね。これまた珍しい。SR 来るかな？あ、来た！これは頼む、マジで。あ、しかも2枚。これ来たでしょ。これ来たでしょ。あざっす。あざっす。さあ、どっちが来るかな？ケンシロウくんです。あ、筋力だ。ミート上限。お前はもう死んでいる。うわちゃ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 。あ、試合経験点か。ああ、なるほど。早急連打、上り上司。なるほど。ポカフェ。なるほど。なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。ここ美味しい。おう、ケンシロウ2枚。あざす。バランスいいよ。バランスいいよ。あざす。いいですよ。いいですよ。嬉しい。これで、2枚ずつゲットした。計算ですね。はい。あと20連でございます。バナーない確定なので、虹玉切らんが多いね。どっち？ああ、なるほど。プラゴいけるかな？プラ2は確定ですからね。
はい、なるほど。まあ、芯解放できる方が嬉しいかな、どっちかっていうと。はい、最後です。ピンサルから。こっち、ケンシロウが欲しいな。どっちがいいんだろう。45以上じゃないと、芯は2枚。どっち？おー、なるほど。なるほど。そっち来たか。何テーブルなのこの人、やる気かな。最後最後やる気。わあ、タックボナか。 90% 強いな。マジか、強そう。でもこの人さあ、最後何出るかっすよね。あとはあ、災害、あの災害解放できる。はい、以上でございます。なるほど、そういう感じか、そういう感じか。まず両方ゲットできたんで、それは全然いい、全然いいけど、解放どうしたらいい、これ。R は置いといて大丈夫か。なるほどね。あ、でもとりあえずシンさんは1回解放すれば、タックボナ的には60か。いけんのかな。R、R 取っちゃダメ。R 取っちゃダメ。R 取っちゃダメ。はいはい、なるほどね。あ、でもまあまあ出たね。はーい。うん。まあ、上々じゃないでしょうか。で、キャラ順でいいのかな。入手順の方がいい。ああ、で、PR の、あの、おじさんをね、もらっとかないと。こっちから。プレゼントの方ね。はい、なんかボタン押し間違えたかな。はい、でどうしたらいいのこれ。どうしたらいいんだろう。とりあえず PR の剣さんを R3 枚しかない。あー、混ぜていこう。11体したらいいんだろう。ちょっと迷ってきちゃった。迷ってきちゃったな。ちょっと R がまだあるから、ちょっとだけもらおうか。すいません、グダグダで。ここ確保して1個プラゴ作ればいいんだよね、とりあえず。どこ、こうプラゴ作ればいいんだ、とりあえず。こうしまして、でケンシロウは SR だから、違う違う、 PR 先輩をしっかりプラゴにしないといけないよね。バット持ってるしね、しか来なかった。で、あ、違う、行くかな。もう一丁、ダメだ、確率通り。もう一丁 OK。 もう一丁、あれ、もう一丁ない、もう一丁ある。あと2枚。怖ー。来いよ。ダメだ。
ダメだ。持ってたっけ？あ、1枚持ってる。うん、これでいいとして、で、こっからですよ。2段階来い。 OK、 素晴らしい。で、40はいったね、これで。で、最後のこれはちょっとずつ置いた方がいい気がする。とりあえず 40OK で、こっちだな、問題は。これどうなってんだろう、作れんのかな。これ荒技でいこう。1はいけ、もう一丁。さあ、何かいくか。あ、ダメだ。これは鍛える、鍛えるってわけわかんない。いいのかな、どうしよう。これね、解放できねえんだよな、多分俺の力では。だから一回解放してほしいので、行ってくれ。どうしよう、怖い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 。もういいや、全部行け。 OK、 もう一丁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 。あ、ダメだ。まあいいや、オッケーオッケー。 60% ならまだ許せる。はい、でケンさんが今40になったね。まあ同じくらいって感じで考えればいいかな。あ、40になったわ。はい、というわけでございました。で、入るのか、ここに入るのか、どこに入るんだこのアンさんは。で、バンサーなんですよね、役割。あーば、あー、なるほど。なので、この先駆けとかの枠、カンパチとかの枠に入ってくるので、いやー、使いたい早速。はい、で、あの方は先輩、レイ先輩、あの方は、あー、一緒だ、バウンサーっすね。技術稼げる枠だ。まあでも最近技術枠少ないからいいと思いますよね、やっぱり。で、これが準備期間になっています。あ、違う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 。なんか結構走るのが大変そうなイベントっぽいんですよね。これ百列拳打ち込まないといけないんで。で、報酬が簡単に見ていこう。レイで、レイが上限持ちなので、累計でもらえるのかな。あ、称号がいっぱいある、面白い。あ、 SR レイ1枚もらえますね。ってことは40か。あ、40って書いてあったよね。で、折り辺と強切れで、コントロールの、多分コントロール上限ですよね、多分っていう感じです。何色だ、てめえらの血は何色の何っていう山里さんですね。はい、っていうのが来週始まるよっていう感じですね。はい、しっかり準備していきたいと思います。というわけで、はあ、だいぶ濃ゆいキャラは出ましたけど、チャンネル登録と高評価お願いいたします。何のこっちゃよくわかんない。はい、楽しみ楽しみ、いいね、盛り上がって参っております。で、ここから年末に向けてね、しっかりまた石を貯めて、はい、頑張りたいと思います。では皆さん、ピースな一日を。バイバイ。